関西競馬エイトの津田です。あ、関東エイト翔太です。函館開催始まりましたね。はい、元気ですか？ちょっといろいろあったんですけどぼちぼち元気です。まあ上半身しか映ってないので特に問題はないと思うの で、動画出演が決まりました。お願いします。まあバッチリ馬券ぐらい当てましょう。そうですね、まあ、3年連続当たってる津田さんの大得意な、まあ、だいたい函館来て早々モチベーションが高いんで当たるケースがあるんですけど、はい、今年は最初から最後までモチベーションを持続したいと思います。早速ですが本命は僕からいきますか。はい、ワンスインナムーンにしました。ワンスインナムーン、そうですね。やっぱり G1 の時ね、目の前で見てて、うん、インパクトがすごかったんでね。なるほど。まあ行ったまであんだけ残れるんだっていうのが、うん、まあ、前回距離ということで言い訳させてもらって考えた、海外遠征明けの、うん、鉄砲を聞くし、なんかサマースプリントも狙ってるらしいんでね。なるほどね。ここから全力投球で、まあ、鼻に行くんですかね、このメンバーですけど、やっぱりさすがにスピードはありますし、ね、枠次第だけど、まあ、どっちでもね、競馬できるけど、できれば鼻の方がいいのかなとは思います、ね。はい、私はね、やっぱり開幕週とはいえ、まあ、近年見てたら差しが決まりますし、なんか函館とか札幌の洋芝校舎ということを考えると、玉もブリリアン。ブリリアンで。でいきます。これ人気ないでしょ。去年すごかったですもんね。去年開幕週の HTB 杯を、まあ、当時、まあ、暫定ですけどレコード勝ちしてっていうところで、まあ、洋芝適性高いのに加えてこの馬ね、洋芝校舎だと思われてるんですが、実はもう夏場しか走んない馬なんですよね。ああ、そっちですか。だから洋芝ももちろん合うんでしょうけど、夏場限定で走る馬なんで、今回も4ヶ月ぶりなんですが、追い切りは、まあ、ラストはちょっとのめり加減だったんですけど、道中の息っぷりとか良かったですし、仕上がりは進んでますし、よりまあ去年に比べれば洋芝っぽい芝になっている雰囲気もあるので、そうですね、となるとまあ人気の盲点というかね、十分チャンスあると思いますね。人気はないでしょうね。人気はないですよこれ。ないっすね。もう3年連続当たってるんで、ここ守りに入らずに逆に一気に攻めるパターンで説得力がすごいです。いきました、はい。対抗は対抗僕普通に星雲構成ですかね。あ、僕逆張りで差し決まるじゃないですか、はい、結構最近、はい、逆張りで去年早すぎてから前の子に行かない。ああ、可能性はありますよね。そろそろこれだって競り合いそうで意外と競り合わない可能性も結構あるんでっていう方を信じた予想なんですけど、うん、それでまあ去年ね一番先行して頑張ってた星雲構成、うん、で僕黒三角がいったいった考えてダイアナヘイを。なるほど。そんな感じ。完全前寄りの予想です。完全に前にしましたね。逆に私はもう後ろの予想で対抗がナックビーナス、もう黒三角に至ってはティーハーフというところで、もう前が止まって差しが決まるんじゃないかなっていう読みですね。ですからまあこれも見解分かれたんで、どっちがっていう、どっちかが足だ、どっちか全然っていうケースが中途半端はやる、中途半端はなさそうな感じなので馬券的にはどう変えますか。そうですね、やっぱり本命から、はい、2列目、対抗黒のサネタマルチがいいですね、うん、私はまあ馬連で買ってみて3連複をまあ玉もブリリアン一等軸で、まあ、3着で十分な感じもあるので、そうですよね、配当的なことを考えればそのあたりで攻めたいと思います。どちら当たると思います。当たればいいですねいいこともありますよ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました